なんか一期生との裏話とか、一期生とのさ初めての絡み見たくない？初めてのディスコード見たい人いますか？見たいよね、みんな。まずね、一人目ハートちゃんとの絡みを、これです。まつりちゃんいきなりごめんね、まつりちゃんっぽい BGM 見つけたよっていうやつで、これから使うね。ちなみにですね、皆さん今使ってるやつです、これ。このチャンチャカチャカチャチャンチャチャン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 チャカチャカチャカチャン、これが実はハートちゃんが決めてくれて、それを3年間使い続けてます。すごくない？ずっと同じで。ちなみにもう一個エモい話すると、このハートちゃんのアイコンありますよね。このアイコン、これ祭りがハートちゃんの誕生日の時にプレゼントしたっていうか、プレゼントしたで合ってんのかな、お願いをしたんですよ、ハートちゃんのママにね。で、その時に書いてもらったのが1周年目、初めてのハートちゃんの誕生日かな、8月10日だから。そうそうそう、だその時にあげたやつをずっと使っている気がする。そうそう、実はね、夏色ハートの絆、あ、これじゃないな、これは違うのか、あれかな、なんだっけ、ヘッダーにしてんのかな、忘れちゃったけど、でもなんか結構ずっと使ってんだよね。そうそうそう、お付き合いされてます？付き合ってるわ、実は。ハートちゃんと付き合ってます、はい。そうだからね、この BGM はね、ハートちゃんがね、決めてくれたんですよ。そう、そんな過去があったりする。挙式はいつですか？なんかハートちゃんって結構ソロで配信してることとかも多いんだけど、実はね、松江と仲良しなんですよ。はい、そんな2人がね、お子ちゃま戦争をね、ライブでは歌うっていう、そのエモさ